はい、今回はチャット GPT を使ってですね、ウェブサイトに使うボタンを作ってみたいなと思います。で、できればですね、このボタンを10種類ぐらい、ね、何種類かいろんな種類のパターンを作ってほしいというね、ところまでやりたいなと思うんですけども、まあ、実際どこまでいくかはちょっとぶつけ本番なのでやってみないとなっていうところです。ということで、初めの質問だけ用意して、そこからは出てくる回答によってね、いろいろ質問変えながらやっていきたいなと思います。じゃあまずね、初めの質問これでいきます。ウェブサイトに使うボタンを作ってほしいというね、ちょっと漠然とした内容をね、投げかけてみたいと思います。では早速やっていきます。はい、ウェブサイトに使うボタンを作ってほしいという質問に対して、まあ HTML のボタン要素を使ったらいいですよみたいなことですね。例えばこんな感じで作ったらどうですかと。うん、送信というテキストが表示されるボタンですね。はい、リロードされますと。 JavaScript を使うことでクリックされた時の動作をカスタマイズすることもできます。すごいですね。例えば、はい、おー、なるほどね。ボタンがクリックされた時にアラートが出るようにっていうことで、すごいですね。完璧な説明が出てきてますね。はい、わかりました。はい、じゃあこの質問をちょっと受けてですね、ウェブサイトのボタンを作るときに、まあこうやったらいいよということで、ちょっと書きましょうかね。これ書いてみると、よいしょ、はい、書いたら出したいですね、せっかくだから。今書いたのを出すと、こうやって送信ってボタンができました。これを押すとリロードするよと。しないでしょ。で、ここにオンクリックでイベントをね、オンクリックイベントを入れてあげると、まあ、よりいろいろやってくれるよってことなので書き換えてみたいと思いますね。はい、でこれを見てみます。はい、送信を押すとオンクリックでね、アラートが出てきました。はい、バッチリですね、コードもね。はい、というものができました。はい、でこれにデザインをしたいって、じゃあちょっと打ってみましょうか。このボタンにデザインをしたいと。はい、このボタンにデザインをしたいというふうに打ってみました。 CSS を使ったらデザインができますよ。 CSS はウェブページのデザインを指定するための言語です。例えば次のような CSS を使うことでボタンの背景の色を青色にすることができますと。おお、まだ続きますね。また CSS ではさまざまなプロパティを使ってボタンのデザインを詳細にカスタマイズすることができます。例えば次のようなプロパティを使うことでボタンのサイズや角丸を指定したり、テキストの装飾を行ったりすることができます。ということで、まあ、横幅とかですね、ウィズスとかハイトとかボーダーラディウスで角丸にして、フォントサイズを決めて、フォントの太さですね、で、フォントカラーということでカラーのホワイトにするというふうなね、ことが出てます。じゃあこれをこのままやってもいいんですけど、CSS で読み込むにはどうしたらいいのってやってみましょうかね。まあ、このまま使ってもいいんですけどね。はい、このまま使うと、よいしょ、これに CSS でね、ちょっと読み込まなきゃいけないので、どうしようかな、これでいけるかな、これで、これで見てみましょうか。はい、おお、いい感じのボタンですね。今このボタンを作ってくれました、このボタンね。はい、なんですけども、このところもね、行きたいので、 CSS でありが、実際に読み込んでみたいので、と HTML と CSS のタグを書いてほしいですと。よし、さあ、ということで、実際に読み込んでみたいので HTML と CSS を書いてほしいですというふうにね、言ってみたいと思います。
このような HTML と CSS を使ったらいいですよっていうふうに書いてますね。はい、HTML にはこれを書いてね、CSS にはこれを書いてねと。うん、実際に表示するには HTML ファイルと CSS ファイルを作成して Web ブラウザで表示する必要がありますと。詳しくはオンラインのリソースなどを見てねと。これをじゃあどうしようかな、そこまでいけるのかな、 HTML ファイルと CSS ファイルを作って、リンクさせるところまでをしてほしいにしましょうか。はい、よし、これでHTML ファイルと CSS ファイルを作ってブラウザで表示する必要があるってきたので、 HTML ファイルと CSS を作ってリンクさせるところまでをしてほしいというふうに送ってみますね。できるかな、考え中みたいになってますね。ここがポン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 ってなってますね。どういうふうにね、質問したらいいようにやってもらえるんでしょうね、その辺をね。やりたいことっていうのは HTML ファイル内に、まあ、ヘッドとボディに分けるとかしてもらって、ヘッドにリンクタグで CSS を読み込むと。なので、まあ、HTML の名前と、ああトライアゲインって出てましたね。あ、来た来た来た、あ、来てますね、すみません来てました。はい、HTML ファイルと CSS ファイルを作ってリンクさせるには次のような手順をしますと。 HTML とファイル CSS ファイルを作りますと。で、 HTML ファイルに次のようなコードを作って、蒸気ね、蒸気のようなコードってこれのことですかね、これを入れてくださいと。はい、で、 CSS ファイルの蒸気のような CSS コード、これのことですね。はい、で、これを読み込むためにはリンクっていうのを使いますよと、これのことですね。はい、おー、出てましたね。ちゃんとリンクタグ使ってやってくださいねっていうふうに書いてます。はい。じゃあ、これをちょっと見ますね。よいしょ。ということで、ここに、まあ、これでいいんですけど、一旦これちょっと消しましょうか。全部ね。はい。よいしょ。そうか、ここもやってほしいな。どこに読み込んだらいいですかにしましょうか。よし。これをね、やりたいことはこうやってヘッドとボディに分かれて、このヘッドにさっきのリンクを読み込む、ね、で、ここにボタンを入れると、これですね、これを入れて、で、こっちの CSS をここに読み込んであげるっていう風にしたいんですよ。そしたらこういう風になるのでね、やりたいんですけども、これをね、どこに入れたらいいですかってところまでやってみましょうかね。はい、このリンクのコードはどこに入れたら、どうやって入れたらいいですかにしましょうか。よし、このリンクどこに記述したらいいですかと。HTML のどこににしましょうかね。HTML のどこに記述したらいいですか。はい。ということで、こうですね。このリンクのコードは HTML のどこに記述したらいいですかと入れてみたいと思います。そうすると、ヘッドに入れてくださいということでね、ヘッド要素内に記述することが一般的です。ヘッド要素は HTML ファイルの先頭にあります。例えば次のような HTML ファイルの場合、リンク要素はヘッド要素内に記述する必要がありますと。お、来た来た、 HTML から来て、ヘッド、タイトル、オン、リンクで、ボディがあって、あ、いいですね。はい、リンク要素をヘッド内に記述することで HTML ファイルでCSS ファイルが読み込まれますと。詳しくは入門書などを見てくださいね。これ毎回書いてくるんですかね、この詳しくは入門書とか見た方がいいですよっていうのね。はい、じゃあこれちょっと入れてみたいと思います。さっきね、ここに書いた記述とほとんど一緒なんですけど、これをもうちょっと簡略化してですね、こういう風に出てきました。はい、
で書き直して結果見てみます。バッチリですね。はい、バッチリです。じゃあ次に、はい、ボタンのサンプルがいい感じだったので、よいしょ、ここまで来たら青のボタンデザイン素敵ですか、なんかちょっと褒めましょうかね。で他にもまあテンプレートが欲しいので3種類ぐらいからいきましょうかね。3種類のテンプレートを3つに分けて、出力って変だな、まあしてくださいと。よし、はい、青のボタンデザイン素敵ですと、いい感じでしたよと。まあ、他にもテンプレートが欲しいので3種類のテンプレートを、まあ、さっきねだからネットワークエラーとか出てたりとかね最近するので、この3種類のテンプレートを3つに分けてね出力してくださいというふうに書いてみたいと思います。はい、きたきた、次のような3つのテンプレートを作ることができます。テンプレート1、青色のボタン、これさっきのですかね。このテンプレートを使うと送信というテキストが表示される、青色のボタンが表示されますと。テンプレートに赤色のボタン、おーすごい、送信ボタンじゃなくて赤色は削除ボタンにしてくれましたね。はい、このテンプレートを使うと削除というテキストが表示される、赤色のボタンが表示されますと。テンプレート3、緑色のボタン、保存ボタンになりましたね今度はね。あーネットワークエラーだ、よし、どうしようかな。そうか、これ言えるのかな、ネットワークエラーが出るので、続きはって送ってみましょうか。あ、ダメか。Too many requests. Please slow down ということで、ちょっとリクエストが複雑というか多いんでしょうね。他にもテンプレートが欲しいですぐらいにしておきましょうかね。他にもテンプレートが欲しいです。ああ、Too many requests ってなっちゃいましたね。はい、Try again. ダメ。ダメですね。惜しかったですね。ここまでいい感じにできたんですけどね。はい。ああダメだ。これを解除する方法は何かないのかな。この編集でキャンセルすればいいのかな。キャンセルして他にもテンプレートが欲しいですと言ってみましょうか。お、いったいった。出るんじゃないですかこれで。それでもなんか動かないで頑張ってますね。Too many requests。 そうか、これ全部ちょっとキャンセルでこれキャンセルになってるのかちょっとわからないですが、はい、全部キャンセルしてみました。でもう一回これ、もう一回これ言ってみましょう。無理かな。ダメでしたね。はい。ということで、ちょっともうちょっと簡単にしましょうかね。じゃあボタンは一つにするんですけど、このボタン一つのボタンをすごくこうデザインをちょっと作り込んでいきたいなと思います。はい、ということでこれもう仕方ないのでニュースレッドでちょっとやりますね。他にやり方あるかもしれないけど僕知らないので、ニュースレッドにして、ウェブサイト用のプライマリーのボタンを HTML とテンプレートを作ってくださいにしましょうか。よいしょ、ちょっとさっきの具体的に
はい、ウェブサイトに使うプライマリーボタンの HTML と CSS のテンプレートを作ってくださいにしてみたいと思います。出てくるかな。あ、なんかさっきみたいに頑張れてないぞ。お、頑張り出しましたね。まず HTML でボタンを作ります。次に CSS を使って外観をスタイリングしますと。お、すごい、クラス名をつけてくれましたね。なるほど、このテンプレートを使うとボタンテキストという文字が表示されますと。はい、注意、このテンプレートはあくまでも一例であり、実際のウェブサイトに使用する場合は必要に応じて適宜カスタマイズしてくださいと。はい、例えば、はい、あ、ボタンの文字色とか背景色を変更したり、ボタンの形状を、ね、変えることができますと言ってます。じゃあこれを入れましょうかね。はい、このさっき作ったボタンのところに代わりに入れます。今回ね、クラスまでつけてくれました。で、プライマリーボタンっていうクラス、これの CSS がこれということで、この CSS をここに入れたいと思います。はい、まあ、どんなボタンになったんでしょうね。よし、はい、できました。青のボタン好きですね、すごくね。はい、青じゃなくてボタンを濃いピンクにしてほしいって言いましょうか。うん、ボタンの色を青じゃなくて、青じゃなくてもでいらないか、濃いピンクして、もう少し角を丸くしてほしいにしましょうか。はい、よし。あれはまたエラー起きたら嫌なのでね、ボタンの色を濃いピンクにしてほしいにしましょう。なかなか答えてくれなくなったのはなんかあれなんですかね。お、動き出した動き出した。はい、あ、CSS をねこういう風に変えてくれと。おお、すごい、コメントつけてくれましたね。コメントで濃いピンクって書いてくれた。はい、背景が濃いピンクになるようにスタイリングされた。はい、すごいですね。ボタンの色って言ったのにちゃんと背景ってね、あの、認識してくれて背景の色を変えてくれたんですね。しかもこれあのコメントまでくれるっていうのがすごいですね。コメントでここを変えたんだよって言ってね。はい、バッチリ濃いピンクになりました。はい、でもう少し角丸にしてほしいも入れてみましょうか。はい、もう少し角を丸くしてほしい。はい、このね、ボーダーラディウスのところが変わるんですけど、もう少し角を丸くしてほしいというのをね入れました。お、来ましたね。以下のように変更しますということで、お、10ピクセル、ね、4ピクセルから10ピクセルに変わりましたね。ここね、角丸にするための値を大きくするっていう風なコメントが来ましたね。はい、じゃあこれちょっと入れてみたいと思います。そうするとこんな感じ。お、ちょっと角丸くなりましたね。まあ今回はこれでよしにしましょうかね。はい、もっとねこうグイッと行きたかったんですけど、でここに立体的に見せたいので、なんかこう影を入れてほしいって書いてみましょうか。シャドウをね、立体的に見せたいので、影を入れてほしい。シャドウとか言わずにね、こんな言い方でいけるのかな。はい、立体的に見せたいので影を入れてほしいっていうふうに入れてみました。
ボックスシャドウね、はい、ボックスシャドウがねついて影がちゃんとつきました。はい、ボタンの周りに影がつくようにスタイリングされたプライマリーボタンが作成できますということで、はい、これを、はい、入れると影ってここに書いてますね、はい、ボックスシャドウが入って、おーいいですね、はい、でクリックした時に色を変えてほしいにしましょうかね、はい、クリック、まあ、マウスがね、マウスが上に乗った時ってもうなんかちょっと専門用語な気がしますけど、はい、じゃあもうちょっとマウスにアクションをつけたいぐらいに、ぼやっとした質問にしましょうか。マウスじゃないな、ボタンか、ボタンに、マウスアクションをつけたいにするともうちょっとあれなので、もっとぼやっとね、ボタンにアクションをつけたいみたいな言い方で言ってみたいと思います。かなりぼやっとしてますけど、どう答えてくれるんでしょうね。ああ、JavaScript を使ってイベントハンドラーを使うと、はい。ああ、なるほどね。そういうことじゃ、まあまあこれはこれですごいですけど、ボタンアラートね、はい。ボタンクリックとっていうアラートが表示されるようになりますということで、はい。ああ、ボタンにね、JavaScript を使うといろいろできますよと、例えば。はい、ボタンクリックした時に指定した URL に画面を遷移されるような処理を行う場合にはこうやって書くんだよと、はい、おお、はい、ここに飛ぶよと、画面が遷移しますと、お、注意が出てきましたね、注意、ここで紹介した例はあくまでも一例でありと、あー、ネットワークエラーが出ましたね。ちょっとこれぼやっとした質問かけすぎましたかね。はい、これボタン完成させたかったんですけどね、はい、多分これでまた動かなくなっちゃうでしょ。これを変えればいいのかな、これをボタンにアクションっていうのを、なんだろう、あ、マウスオーバーで、色を変更したいぐらいにねしておけばやってくれたのかもしれないですね。あ、こうやればネットワークエラーから戻ってこれるっぽいですね。さっきちょっといちいちスレッドを立て直しましたけど、やってくれるのかな。あ、来た来た来た、おお、なんかネットワークエラーを解消できましたね。ボタンのコードが出てきて、もうトランジションでね、変化をゆっくりにしてくれましたね、はい、でホバーで色変えてくれて、おー、このさ、色変えてくれるだけじゃなくて、このトランジションね、つけてくれるところがいいですね。このトランジションが入ると、パンって色が変わるんじゃなくて、こうふわっと 0.5 秒間かけてね、色が変わっていくっていうアクションをねつけてくれたんですよ。なのでこれを入れてあげると、これがこうですね。おお、いい感じに滑らかな色ですね。なんか激しく色が変わるとかじゃなくて、はい、クリック、そうですね、ボタンでクリックした時に、少し動かしたいって書きましょうか。はい、クリックした時にボタンを少し動いたように見せたい、よし、ということで、これをクリックした時にボタンを少し動いたように見せたいということで、アクションをねまたさらに追加してもらいたいなと思って、ちょっとその質問を書いてみました。お、来ましたね、はい、なんかお決まりのパターンみたいになってきましたね。このマウスボタンをクリックした時に動くようにするには、上記のテンプレートに CSS を以下のように変更しますっていうね、なんかこれが来ると嬉しいですね。なんか考えてくれたみたいな、はい、
おお、カーソルポインターということで、ね、マウスが乗った時に矢印からですねポインターに変更してくれるということで、指マークにね変更してくれるというのをやりましたね。はい、でボタンを下に5ピクセル移動させるっていうのをちょっと書いてくれました。アクティブっていうのはクリックした時っていうんですね。はい、これでボタンをクリックすると下に5ピクセル移動したように見えるようにスタイリングされたプライマリーボタンが作成できますということで、これを入れます。はい、こんな感じですね。こんな感じで見てみます。はい、まずマウスオーバーで光ってクリックすると下がる。はい、こうやってねクリックすると下がる。はい、おお、いいですね、バッチリ。はい、でボタンテキストっていう英語を日本語に変えたいぐらいにちょっと強引なこと言ってみましょうか。また怒られるかもしれないけど、テキストの文字を日本語に変えたい。はい、これぐらい自分で変えろよって話なんですけど、それをやってもらいましょう。ボタンテキストの文字を日本語に変えたいということで送ります。この日本語のね、なんとかしたいとか、なんとかしてほしいとか、そのぼやっとした言い方してくださいじゃないね、なんかそれも結構ちゃんと見てくれるからすごいですね。おお、ボタンテキストっていうのを素直にね翻訳してくれた感じですね。またこれがすごいですね、プラスアルファで何か言ってくれるやつ。また日本語の文字表示するときには、HTML の文字コーディングを UTF-8 に、ね、設定する必要があるから、あのメタ要素追加してくださいって書いてますね。すごいな。これをまずここに入れるということで、よいしょ、こっちをね切り替えろと切り替えますね。でその上で UTF-8 入ってるじゃないですかね、入ってるんですけど、ここをねちゃんと UTF-8 入れないと日本語の場合ね文字化けしたりするよっていうことをちゃんとここで言ってくれてるわけですよ。はい、これで変わりましたね。はい、違うバージョンのボタンも表示してほしいって、またこれエラー出るかな。バージョンのボタンも欲しい。よし、違うバージョンのボタンも欲しいと言ってみたいと思います。複数の異なるバージョンのボタンを表示するには HTML で複数の異なるクラス属性を持ったボタンを作成し、それぞれに異なるスタイルを適用するように CSS を設定しますと。例えば、はい、プライマリーボタンクラスを持ったボタンとセカンダリーボタンクラスを持ったボタンを表示する場合、HTML は次のようになりますと。うん、おお、セカンダリーボタンで CSS がこうなりますよということで、プライマリーボタンの CSS が、あ、これエラー出ずにいけるかな最後まで。あー、ダメだ、ダメでしたね。ここまでいくとエラーが、ネットワークエラーが出ちゃいましたね。はい、じゃあ、あ、いかん、もう一回頑張れってやっちゃった。まあ、ちょっと期待しましょうかね。もう一回頑張れってやっちゃったんで、またエラー出るかもしれないですけど、はい、おう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 、なんかさっきとちょっと違うぞ。はい、あ、色をね薄い青にしたバージョンをさっきねプライマリーとセカンダリーに分けるみたいなのを勝手にやったんですけど、もうちょっと簡単なやつにしてくれましたね。このプライマリーのボタンを変えると薄い青のボタンもできるよみたいな。おさらに
別のバージョンのプライマティボタンを作成することができます。例えばセカンダリーボタンというクラス名をつけると違う名前のボタンができるよということで、さあエラーで起きずに頑張ってほしいですね。お、来た来た来た、あーダメだエラーが、はい、ということでね、ここまでいくとエラーが出るんですね。じゃあもうちょっとこれを、そうですね、もうちょっとって言ってももうここで十分なんですけど、横幅をね、横幅をもう少し、大きくしたい、広くしたいってことですね。はい、あのネットワークエラーをね起こさずに何か質問するいい手段があるといいんですけどね、まだちょっとそこまでは分かんないですね。よしよし、起きた、横幅でホバーとね、アクティブクリックした時ですね。おお、横幅が200ピクセルになるようになりましたということで、はい、ここに、よし、完成。お、もう本当にもう少しだけですね。はい、まあ、ですがこんな感じでね、今回ボタン作ってみましたね。あ、一個悔しかったのがね、バージョン本当はね10種類ぐらい作りたかったんですけど、そこまでいくとネットワークエラーが出るということで、でこの解決策ね、また見つけたらまたね別でね動画撮っていきたいなと思うんですけど、まあ、今回はねボタンをちょっと1個ね、作ってみました。でね、どんどん追加注文をね投げかけてって、ここまでようやくたどり着いたみたいなね、そんな感じの動画でした。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。